はい。今回は、アンドリュー・カールシンとですね、えー、タイムトラベラーについてお伝えしていきますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。 あの多くの方が関心を持っている、ね、このタイムトラベラーとか、えー、まあ未来から来た人とか、まあ、そういったえ類の、まあ、え一種のえまあ話なんですがそういうのは難しかったりもするわけですよ、全くえ説明がつかないとか、えー、まあそういった話なんですがはっきりとわからないということなんですが。 このアンドリュー・カール氏についてはですね分かってるんですよ。で、なんでこういった話になるのかっていうことも分かってるんですよ。で、それを調べてお伝えしていきますので、さっきお伝えしましたけど、これ、どうなのかなっていうことをね疑問に思われる、その、何かしら、何かしらっていうか、ご理解にお役お役立ち。 立ちいいいたただければと思うので、えー、よろししくお願いいたしますまずですね、多くの人が関心を持つ、えー、この <laughs> タイムトラベラーのアンドリュー・カールシンの、えー、写真の真相が、えー、何かという話なんですが、まあ,あまず全体的に、えー、全体的にというか、大きく流れを要約しますと、<laughs> 2002 2256年の、まあ、未来から、えーまあ、来たと、えー、このね、えー、アンドリュー・カールシンっていう人、えー、がですね、でえーまあ、要するに、まあ、株かな、株で、えーまあ、日,本円の日本円にして10万円を、えー、420億円に、えーまあ、増やしたっていうことで、まあ、資産を大きく伸ばしたということですごいお金の増え方じゃないですか、10万円が420億円になるって、何をどうやってやったらそんなになるのかっていう、えー、話だと思うんですよ。 でまあ、すごいなと思う話だしえ、実はこれっていうのは嘘かな、本当かなとかって思うわけですよ。だからあのそのタイムトラベラーとかね、その未来から来た人とか、そういった話になると、何が何だか分からなくなるんですが、もちろん分からないものっていうのはたくさんあるんですよ。しかし、このアンドリュー・カールシンの話とタイムトラベラーっていうのはあの分かるんですね、うん。分かるっていうか、まあ、こういったまあ構造なんですよ。でそれを、えー、お伝えしていきます。どういった構造なのかっていうと、 アンドリュー・カールシン、えー、とです、ね、タイムトラベラーの話は、えー、作り話、えー、嘘、全くの、えー、嘘ということです。 うん、最初に、えー、これをですねまず、まあえー、ちょっとうまく伝えられないんですけど、まあ、これを理解していただきたいと思います、全くの作り話、全くの嘘であると、えー、いうこと、ね、で、話の内容を、えー、お伝えい,いたしまして、全くの、えー、嘘作り話であるということも、えー、お伝えします、そしてなぜこういった話が広まっていったのかということを、ねえー、お伝えしていきます。 まずあの、まあ、事の詳細なんですけれども、こういったことなんですね、えー、2003年の、まあ、あ1月28日に,に日に、アンドリュー・カールシン、えー、っていう、まあ、これ、自分がこういうふうに名乗ってるっていうだけなんでね、アンドリュー・カールシンっていう、まあ、男が、えーまあ、インサイダー取引の疑いによって、まあ、FBI に、まあ、捕まったっていうことなんですよ。で先ほどど言いましたけどこのアンンドリュー・カーカルシンは えー、日本円にして10万円を、えーね、420億円まで資産を膨らましたということで,でこの当時2003年かなこの当時の株式市場というのは、えーまあ、混乱していたんですよ、でこのウォール街の投資家も損失をかましていた中でこのウォールアンドリュー・カール氏だけがです、ね、このウォール街の投資家を差し置いて 買った株すべて126銘柄すべて、えー、そのすべての銘柄の株があの急増して大きく儲けた莫大な利益10万円が、ね、420億円ですごいじゃないですか投資の世界において、えー、そういうことをしたと、うん、でさっき僕がお伝えしましたけどあの買った銘柄すべて126銘柄すべてがですね、えー まあ爆上がりしたっていうことなんで、これ、なんだろう、知ってたのかなっていう話になるわけですよ。うん、で、えー、この爆上がりしたことから、あまあ、知ってたから、これ、インサイダー取引っていう話になるんですけど、実はですね、これ、インサイダー取引ではなく、 このアンドリュー・カールシンはいろいろ聞かれると、えー、この FBI の捜査に対してこの本人が答えたことがですね、えー、2256年の未来から、えー、来たタイムトラベラーで来た、えー、ということを言ってですね未来、えー、では この株価がどういうのよう,いうのに移り変わるのかっていうのを分かっていて、えー、その株価をが移り変わりが分かっていたから、逆から言うと、そのそれを要するに知っていて、えー、稼ぐために、えー、タイムトラベルしてね、えー、その大儲けしに来たっていうことなんですよ。だからね、ね、えー、10万円が420億円に増えたということは、えー、そういったまあ株価の動向を知っていた可能性もあるし。 インサイダーの可能性もあるし、それでないとしたら、なんだかわからないから、ねその未来から来た未来人であるっていう話をまあ信じると、えー、いうことも考えられるんですよ。で当然、そのね FBI っていうのもこう調べますから、こんなことがあったらね、な、うんで、えーまあ、何なのかなって思って、多分調べたんでしょうね、いろんなことでこのあのー アンドリュー・カールシンに聞いたんでしょう。このタイムマシンのことをね、タイムマシン、タイムトラベルの話を聞いたんですが、まあ、ここからがですね、このミステリアス、謎を呼ぶんですが、アンドリュー・カールシンはですね、このタイムマシンに関して一切答えないんですね。タイムマシンの技術があると、まあ、それまでの まあ人間のまあ、なんていうのかな世界のがこ、あのが、ー、あからもうね悪いことをする者も,もいるとかまあ、それ以上は答えられないとか、まあ、あの構造が変わるからと、まあ、とにかくそういったことを、えー、言ってタイムマシンに関しては一切答えないんですよ。うん、でここからわかるんですけどこのアンドリュー・カールンのこの話でね、えー、タイムトラベラーとかタイムマシンに関しては何も、えー、答えなかったからわからないんですよ。だから こののななんていうのかな資産が増えたのはインサイダー取引だったのかえこのタ,イタイムトラベルだったのかなんだかわからないとでこういった状態っていうのはもう当然よくないんでね FBI もえ動き出すわけですよ、いろいろ調べてもわからないとあその結果、このアンドリュー・カール氏の資産を凍結してえ刑務所に送り込んだんですけどアンドリュー・カール氏をねえそのアンドリュー・カール氏がえ刑務所におお、あのー、送り込まれた後にまに何者かが保釈金1億円を払ってアンドリュー・カール氏を えー、まあ釈放したんですよでその後どうなってるかわからないっていうようなあ話なわけですようんねえー、なんか結構すごい話じゃないですかんで、えー、ここまでの一連の話を聞くとですねああそうかねえー、このねその 日本,円の日本円にして10万円が420億円に膨れ上がったのか、あすごいな、ね、その何かの情報を知ってたのか、あるいは知らないんだったら、えまあ、本当に未来から来たのかえ、未来人なのか、何なのかとかっていうようなあの話をえ思う、まああまあ、なんていうのかな、まあ、その話に踊るっていうんですが、この話ですね、えー、結論を言いますと、全部嘘なんですよね、すべてのこれ作り話の嘘なんですよ、全くのこれ、嘘なんですよ。で じゃあ、なんで、えー、僕がこの話したような話が、えーまあ、広がってるわけですよ、世界的にね、うんで。なんでこんな嘘が広がったのかっていうここにからくりがあるんですよね。えー、ウィークリー・ワールド・ニュースっていうあのフィクション雑誌があるんですけど。 あのフィクション雑誌ですからね、ウィークリー・ワールド・ニュースっていうフィクション雑誌なんですが、このフィクション雑誌にこの話が、えーまあ、掲載されたんですよ。でこそこからですね、えー、この話だけが一人歩きして、えーまあ、このね、えー、タイムトラベラーとか未来から来たとかそういった話、えー、が世の中に広まったんですよ。でもう1回言いますけど ウィークリー・ワールド・ニュースってフィクション雑誌ですからね、すべてが嘘です。すべてが作り話です。ただ、あの、世の中の人ってのはこういうことに関心があるんでね、あ本当にあの未、未来から来たのかなとかね、タイムマシンで来たのかな、なんとかかなとかって思ったんですけど、実際こういった話っていうのを調べる人がいて、でもちろんね、そタイムトラベラーとかなんとかって分かるものと分からないものがあるんですが、調べた人が、この FBI にこういった話を聞いたら、FBI はこんなことはないと、一切こんなものは確認していないと言ってるんで、 今もなお、ですねこの話信じている人がいらっしゃるんですよ、アンドリュー・カールシンとタイムトラベラーって、であのー、何,何かしらこう分かりづらく言うんでね、えー、何なのかなとかと思うかもしれないですけど、結論、すべて嘘です、すべての嘘であり、すべての作り話です、ただ、あの人々のこれ関心が多い内容なんで、タイムマシーンどうかなとかね、えー、未来人どうかなと、だから、そのあれですよ、 あの10万円が420億円に膨れ上がったというその話すべても嘘ですからね、ただ、そういった、えー、本当のような話が世の中に広がって、今もなお、えー、語り継がれるっていうか、えー、そういった、えー、話の構造は何かっていうことなんですね。だからその フィクション雑誌にフィクションとして取り上げられた内容が一人歩きして今もなお世の中に語られているとそして世の中の人の関心があることの大きな内容なんでタイムマシンあるいは未来から来た人とかね、まあ、そういった話なんでどうたらこうたらずっとこの話を今もされてるんですが全くの作り話のデタラメ嘘ということですあの、まあ、僕はこういった話がちょっと苦手なんですけど、まあ、リスナー様がこういった話に関心を持っていらっしゃる方も おおられるるとと思いいまますのので、えー、分かる限りのことを、えー、お伝えさせてたただきました、えー、何かしら一つでも参考になっていただけるところが、えー、あれば、えー、何よりですということで、えー、またねこういった話も分かったらお伝えいたしますので、えー、今回のコンテンツは、えー、ここで終わりです最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いたします